飯能市役所インフォメーション。今回は毎年開催されている飯能生活祭と西川財フェアについてお送りします。今日は産業振興課の村中さんと飯能市のイメージキャラクタームーマくんにお越しいただきました。村中さん、ムーマくん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。飯能生活祭と西川財フェアといえば秋の飯能の一大イベントなんですけれども、今年も開催されるんですよね。はい。では早速今年の飯能生活祭と西川財フェアについて教えてください。はい。まず飯能生活祭についてご案内させていただきます。飯能生活祭は市内の農林水産業や商工業などさまざまな産業に関わる方々が大集結して飯能市の産業を盛り上げていくイベントです。もともとは暮らしの祭りというイベントで主に農産物の直売会を行っていました。農産物がたくさん収穫できる時期に合わせ飯能祭りの翌週に開催されるようになったと聞いています。飯能生活祭では野菜や果物などの農産物をはじめベーグルや焼き菓子のほかせんべいや地ビールなど飯能ならではのグルメもお楽しみいただけます。今年も西川財フェアと同時開催で11月12日日曜日飯能市役所の駐車場で開催します。時間は午前9時半から午後2時半です。人気のグルメなどはお昼頃に売り切れてしまうこともありますので、ぜひお早めにご来場ください。味噌漬けまんじゅうも飯能ならではですよね。たくさんあるグルメブースの中でも今年おすすめのブースを教えてください。はい。今年はここ数年間で新たに市内へ出店されたカフェやベーグル屋さんが出店します。まず一つ目は飯能産の生の蜂蜜を販売する森の蜂蜜屋さんです。珍しい飯能産の蜂蜜やミツバチがさまざまな花から蜜を集めてできた濃厚でコクのある甘さが特徴の百花蜜、癖がなくさっぱりとした上品な甘みのアカシアの蜂蜜も人気です。二つ目は体に優しい素材を使った手作りベーグルを販売するうねベーグルさんです。油脂や乳製品を使わずオーガニックの食材にこだわった全粒粉入りのベーグルは大人気。個数限定ですので当日売り切れてしまった場合はご了承ください。3つ目は自家製の天然酵母パンやキッシュが看板メニューのカフェふわりさんです。一杯ずつ丁寧に入れるコーヒーやカフェラテも評判です。飯能生活祭でも野菜たっぷりのキッシュを販売しますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。他にも飯能産の地ビールやヤシの花蜜とミルクのジェラート、新鮮なマグロ漬け丼などさまざまなグルメブースがありますので、たくさんのブースを回ってみてください。ムーマくんと一緒に写真を撮るとプレゼントがもらえるんですか？はい、ムーマのお面をプレゼントします。握手もできるので、皆さん見かけたらムーマに声をかけてあげてください。お面は個数限定ですので、ムーマを探してみてください。ぜひ当日ムーマくんを見つけたら写真を撮ってみてください。次にグルメ以外のブースについても教えていただけますか？はい、グルメ以外も充実しています。当日は住宅設備の展示や相談、畳のヘリを使ったバッグの販売や展示、風船プレゼント、木工品の販売、住宅用火災警報器や消防車両等の展示、年賀はがきの販売、おもちゃ販売、のらぼう内の配布、電車キットの販売やワークショップなどのブースがあります。毎年子どもに大人気のスーパーボールすくいや金魚すくいもありますので、ぜひご家族でお越しください。飯能生活祭に関するお問い合わせは産業振興課へご連絡ください。本当にたくさんのブースが出展するんですね。飯能生活祭だけでもこんなに楽しそうなのに、西川財フェアも同時開催するんですよね。では同時開催の西川財フェアについても教えてください。はい、西川財フェアは木の町飯能ならではの催しが盛りだくさんです。西川財フェアは
飯能を中心に生産される西川材の PR と西川材の利用促進を目的として、さまざまな体験イベントや木工品の販売を行い、飯能の森林の魅力や西川材の良さに触れていただけるイベントです。家具から小物まで、さまざまな木製品を販売する西川材製品マーケットや、木組のジャングルジム、二人引きノコギリ体験など、実際に木に触れたり遊んだりできるコーナーや、西川材で家を建てたい、リフォームしたい人が相談できるブースなど、西川材に関するお店が大集合します。私も毎年西川材フェアに行くんですが、西川材製品マーケットでは素敵な木の椅子やテーブルが手頃な価格で販売されてるんですよね。西川材を知っていても実際に触れられる機会は実はなかなかないと思うので、ぜひ触ってみてください。こちらも催しが盛りだくさんだと思うんですが、今回の一番の目玉を教えていただけますか？はい、今年は西川材フェアでも森のふるさと食堂としてグルメブースが出展し、西川材をふんだんに使用した休憩所が新たに登場します。西川材フェアはご覧の内容で開催します。グルメブース森のふるさと食堂では、味噌煮込みうどんや飯能スイートンを楽しめるほか、新企画として林業バーが出展します。林業バーは身近に木を感じ取っていただきながら、美味しい食事とお酒等を楽しんでいただく企画です。ドリンクは西川材角材入りハイボールや木こりの夢、カクテル、ソフトドリンクを予定しています。林業バー楽しみですね。ぜひ当日は西川材に実際に触れて、その良さを実感してみてください。ところで飯能市は古くから林業で栄えたことは知られていると思うんですが、どうして西川材と呼ばれるんですか？はい、西川材と呼ばれる理由について説明します。埼玉県の南西部、荒川支流の入間川、駒川、追っ川の流域を西川林業地と呼びます。江戸時代、この地方から木材を筏により江戸へ流送していたので、江戸の西の方の川から来る材という意味から、西川材と呼ばれるようになりました。西川材は江戸時代からの伝統を引き継いだ貴重な木材なんですね。はい、実際に西川材にご興味のある方は、ぜひ西川材フェアへご来場ください。西川材フェアに関するお問い合わせにつきましては、飯能商工会議所へご連絡ください。飯能生活祭西川材フェア、ぜひご来場ください。本日は飯能市役所インフォメーション特別編として、飯能生活祭と西川材フェアについてお送りしました。村中さん、ムーマ君、ありがとうございました。介護予防サポーター養成講座、地域の達人、飯能シニアカレッジ12期生を募集しています。健康づくりや認知症の方の支援についての知識を身につけ、市の介護予防事業、サークル、サロン、認知症カフェで活躍してくださる介護予防サポーターを養成します。まずはご自身の健康づくり、介護予防のために学ぶ楽しみ、集う楽しさを体験しましょう。日時と内容はご覧の通りです。対象は市内在住のおおむね60歳以上の方で、定員は30人です。費用は無料で、会場は総合福祉センター大会議室となります。持ち物は筆記用具、飲み物、必要な方はメガネをお持ちください。1日目、2日目は昼食をご用意いただき、運動のできる服装、運動靴でお越しください。お申し込み、お問い合わせは介護福祉課へお願いします。